こんにちは、岸本美優です。今日はクラリネットを吹いてみようと思います。この前 YouTube アプリ、 iPhone の YouTube アプリで、そのまま動画を撮ってアップするというのをやったんですけど、それを実際に、クラリネットを吹いてやってみようと思います。マイクはそのまま iPhone のマイクで撮りますので、音質は良くないかもしれませんけれど、今日演奏するのはそのクラリネットの初心者がドレミが吹けたら吹ける曲ということで4曲吹いてみたいと思います。最初に演奏するのは夕焼け小焼けです。指が見えるように映るように演奏してみたいと思います。ではでは、夕焼け小焼け、ソーソラソソソミですね。エンジン止めるの忘れてた。もう一回、車の中で撮ってるのでカードが残っています。はい、ではではもう一回、これそのまま編集なしでアップしますので、今こけた人は、もう一回見直してください。夕焼け小焼けです。レジスターキーを使ったドの音、レの音が出てきますので、高い音を出す練習にもなると思います。今度はもう少し低い音で、ふるさとドドドレミレ、今度は低い層まで出てきますので低い音の練習になると思います。次に夏になりました。今録音のために録画のためにエアコン切ったんですけど暑いですね。外は30何度でしょう。はい、もうちょっと頑張ってますね。あと2曲あります。海は広いな大きいなですね。井上武志の海です。ミレド、暑い。最後に切手のない贈り物、ソドシドドレミス、どうだっけ
ってみます。ソド、低いソから始まるので低い音をしっかり出す必要があります。いかがでしたでしょうか。エアコンつけます。暑いです。ではでは、またあの同じように、iPhone で動画を撮って編集しないでそのままアップする。あとでねちょっと文字入れたりっていうのはあると思いますけれど、こういうやり方でやってみようかなと思います。マイクはもうちょっといいのを買ってますので、今度いいマイクで音質がどう変わるか、楽しみにしたいと思います。ではでは、いいね登録よろしくお願いします。ではまた。